主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。はい、おもれきね、第86回です。86。さあ、まあ私たちこう番組は毎週ではないですが、時々集まって、中井文化まとめてちょっと収録をさせてもらってるんですけれども、はい、まあ、その間にたくさんの方からお便りをいただいて、紹介、まあ、通常会ではちょっと紹介しれない、紹介しきれない、はい、いい時はちょっとお便り会をちょっとやらせてもらうんですが、今回また。いやー、毎度ながらありがたいですね。本当にたくさんいただいて、まあ、ありがとうございます。うん、ね、しばしばくれる方もいらっしゃれば、まあ初めての方も多いし、そうですね、嬉しいですね。こう思うとこう歴史好きの方がたくさんいらっしゃるっていうのが、そうですね。で、意外とこう前も喋ったけど、女性の方が歴女が多い。あのツイッターでしりとりもだらだらやってるんですけども、はいはい、あれも積極的にねこう参加してくれる方、女性の方が多いみたいな。あんまりちょっとペンネームみたいな名前だから、ちょっと分かりかねるんだけど。かなみたいな。うん。方多いので、うん、なんか、華やかしいですよ。なそう。うん、多分。さあ、時間もったいないので、お便りたくさん、ちょっと紹介していきますね。はいはいはい、あ、そうそうそう。あのね、その本編入る前に、あの前さ、はあ、僕が合宿免許を夜逃げした話したじゃないですか。あったね。ケリーさんのあの黒歴史。で、それ聞いてですね。長野でしたっけ？もう言わないね。ああ、そうか。あの、必殺さんという方から、あとお便りいただいて、同じ経験をされてたそうで、大変共感しましたとコメントいただきまして、はい、あの必殺さんはね、なんか自動車じゃなくて電車の運転手さん目指してたのかな。わ、すげえ。だけどやっぱりね、その教員さんがあんまり相性良くなくて潰れちゃったみたいで、だから電車でゴーとかデッキなみたいですよ。、うん、やっぱいるんだよこうね、自動車学校とかでこう教官が威張ってる態度とかおかしいとこはない？いや、わかるよ。僕自体合宿で取ったんですけど。あ、そうなの。あんまりね、もうあんまり質悪いよね。あれもね、相部屋の人次第ですよね。あと、まあ、先生とのあれ、一人で行ったの？ラジさんも。僕も一人、大学の友達と行ったとこじゃないですか。違う、一人だから。でしかも結構東の方に行ったんで、自分の出身地とかとは全然関東の人ばっかりだって、文化も言葉も違うし、全然違うし。でも、ね、後半僕2人部屋になったんですけど、はい、前半がもう1人言い張ったんですけど、まあ、この人とはまあ、もうあんまりいい話はないですけど。2人部屋だったの？2人部屋、2人部屋も息詰まりそうで。後半はね、その人が卒業した後ずっと1人だったんですよ。だから結構ね、助かったと思う。やっぱプライベートの時間って大事だよね。いや、やっぱりね、あの知らずの人とね、8人のタコ部屋で、ね、それ1日2日だったら我慢できるけど、やっぱ2週間3週間4週間かかるじゃん。嫌になったらね、本当咳しても腹立ってますからね。あ、そんなに？あなたはでもそんなことはあるの？いや、そりゃ嫌ですよ。なあ。で、こういう苦労話はあまり募集はしてませんけど、なんかみんな黒歴史ってあるんだね。あるでしょう。はい。ではね、ちょっとお便りも紹介していきますね。はい、ひろひでさんからいただきました。はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。日本史が好きなもうすぐ40歳のひろひでと申します。いつも楽しく放送を聞かせていただいておりますが、このメールの時点で約2ヶ月遅れの後追い中です。さあ、記述の内容でしたら申し訳ありませんが、テーマお便りで、2つメールします。まず1番、おすすめの歴史漫画、歴史小説ですね。小説と漫画もどちらもあるのですが、
盛り侍、飯盛り侍という作品です。私は漫画の方を知ってから小説を読みました。九州の龍造寺家に仕える主人が、料理で戦国の世を渡っていくお話です。料理自体は本当にその当時あったかどうかは分かりませんが、なかなか面白いです。ぜひ読んでみてください。何ですか、信長のシェフの龍造寺版ですか。ああ、あったね。そうだ、ドラマやってましたね。おお、また龍造寺家ってあの九州の戦国武将ですよね。うん、佐賀ですね。そんなとこから。これ主人公とか実在の人物なのかしらね。いやー、全然知らない。ちょっとわからないですね、はい。小説も漫画もあるんだって。あるんですってね。またちょっとチェックしてみますね。二、うん、つ目、妄想大河ドラマの企画案。来た。ですね。あの、もっと細かいこと書いてあると、こう、ちょっとリストアップしたんだけど、うん、もうちょっとお便りレベルということで、はい。はい、関東東北の戦国大名シリーズ。うんうん、関東東北だとどうしても北条氏と伊達氏がピックアップされ、それ以外の戦国大名はちょい役ぐらいでしか出ない気がします。確かに知名度は劣るかもしれないのですが、それなりに活躍や逸話があり、また北条氏、伊達氏とも関わりがあります。それらを総合的に扱うことで、関東東北の戦国時代を描いてみるのはどうかなと思います。登場する大名候補としては津軽氏、南部氏、うん、秋田氏、うん、最上氏、芦名氏、宇都宮氏、結城氏、佐竹氏、里見氏というところでしょうか、うん、今後とも配信楽しみにしております。そして早く配信を追いつけるように頑張りますといただきました。ありがとうございます。東北、関東東北の戦国大名を、これ何でしょうね。オムニバス版でやるのかな。オムニバス、うん、どうなんでしょうね。こう、総合的に。あ、まあ、10人ぐらい囚人。時代の話を、そうやね。置いてかな、うん。だったらさ、もう里見八犬伝をさ、大河ドラマにしちゃえばいいのにね。あ、まあなんか面白いかもね。ちょっと史実に基づいた里見発見みたいな感じだからね。なんかさ、その絶対に大河ドラマもひいひい言ってんだよ。本当ネタないんだよ。まあそうでしょう。もうだって出尽くしたでしょ。うん、50年もやってりゃね。もらったやつは。だからなんかそれかもう大体に大奥みたいなこうあドロドロってしてみるとかさ、その綾瀬はるかのなんかファンタジー小説がなんか。スペシャル大河みたいになるじゃん。あんなで1年通してみるとかってちょっと、まあ、近代大河ドラマで大失敗してるからね。いっそどうだ、日本史とか1年かけて、ね、1年いや3年ぐらいかけてもいいけど絶対に、うん、ついてかない。いやそう、だってあのヒストリア見てたらいいじゃん。いやあれだけのほらドラマじゃない。ドラマね、ドラマでこうずっと古代から順番に。石森章太郎の日本史を描いた。ああいう感じで、時代時代を切り取っていって、まあ、有名な。そんなん、ほら、ご当地誘致の人たち困っちゃうじゃん。で、ある意味、どこでも扱えるじゃん。だから困っちゃうじゃん。まあ、3位、バラバラになっちゃう。さあ、まあ、あんまりでも東北地方とかのこう戦国武将とか知らないし、確かに北条と伊達ぐらいしか分かんない、僕。ああ、そうですね。独眼竜なんかでもいろいろ出てくるけど、脇役絡みでは出ますけどね。脇役だもんね。そうですね。もうちょっとあの広秀さん、もうちょっと構想を練って、あの、ね、具体的にこうちょっとストーリー構成と配役を考えてきてください。はい、広秀さんありがとうございました。はい、続いてまつりかさんからいただきました。こんばんは、ケリーさん、みなずきさん。226事件の回を聞きました。551、551、腹減ってるで、ね。豚まんです。515事件の時のちょっとした裏話があったのでメールしました。515事件の時は、実は、チャールズ・チャップリンが来日していて、はいはい、犬飼首相と会談する予定が組み込まれていました。来日したのはその前日、
そして暗殺計画の中にチャップリンの名もあったそうです。それを知った通訳がまずしたことは、皇居の近くへ案内して皇居に向かってお辞儀をさせたという話があります。そんなことで彼が首相よりも天皇を敬っているという姿を示したという形を見せたみたいです。もちろんご本人はその意図を上手に隠して説明していたみたいですが、通訳の人が、うん、ってことでしょうね。そして事件当日は相撲を観戦していたので事件を回避することにつながったみたいです、うん、まあ相撲観戦は本人の思いつきとされていますが、本人ではチャップリンのことかなですね。犬飼津義の孫に安藤勝さん、今の奥大臣さんの娘さんだよね。あ、じゃあ嫁さんですね、これエステストですね。で、あとひ孫曹操ってひ孫ですね、はい、は国連難民高等弁務官の緒方貞子さんと、うん、びっくりしますが私の地元でもある熊本でもいろいろあるのでその旨もメールしますね。長々と書き連ねましたが、昨年のセンター入試以前のものもまとめて聞いたのでそれについてもまた今度メールしますって書いてあります。はい、犬飼津、あのちょっといろいろチャップリンが日本何回か来たんだよね、うん、あの淀川さんもあったんだよね。さよなら、うん、さよなら、さよならって。子供でしょ。え、淀川さんが子供の頃、少年とかその10代の頃とかで、か関西かどっかであったって聞いたことない。生で、うん、すごいね。チャップリンも暗殺計画だね。この551もまたいつかやんなきゃいけないんで。551じゃない515 515もまたいつかやらなきゃ。ああ、226やったから、うん、515もいつかやらなきゃと思いますが。そうです。チャップリンもこんな暗殺してどうするんだろうね。うん、まあチャップリンね、日本びいきでしたからね。そうですね、またそういうのもやりたいな。こんなもあったんだ、すごいですね。よく巻き込まれずに大変な時に来ちゃったけど、情報漏れ漏れだったのかな。ああ、なんですかね、通訳の人もなんか分かってたみたいな感じですね。ねえ、まあ大変でしたな。犬か強者551ダメですね。515で暗殺されちゃったよね。うん、孫安藤和さん、ひ孫緒方貞子さん、小笠さんの方が年上じゃない？この人より？安藤和さんより。ああ、どうでもそんな感じがするね。うん。うん、すごいね。なんか、つながってる。なんかえらい年が、なんかどっちか見かけの子なのかな。あってもおかしくないでしょ、この時代は。ああ、確かにね。ねえ。あと奥田英二さんってまだ70も行ってないでしょ。安藤川さんはだって時々テレビ出てるよね。安藤川さんって ね、コメンテーターみたいなんて。犬飼津の孫とは知らなかったですね。はい、あとね、松塚さん追伸もあります。はい、かぐや姫の物語、あのジブリのね。ああ、これもずいぶん前にあの配信したものですけども、あれ登場人物が声優さんに似ている。あのジブリってほら声優さんって俳優さんとかタレントさん使うじゃない。でその声をやってた人とそのアニメーションのキャラクターが似てるよねって僕たち喋ったんですが、あれはキャラに合わせた声ではなく先に声を取ったんだって。で絵を描くのが高畑勲流なので、普通のアニメ制作とはちょっととは全く逆です。だから声だけ先取って、その声に合わせてアニメが動かしてんだろうね。ジブリはみんなそうなの？知らない。そんなことないんじゃない。このかぐや姫っていう作品はそうなのみたいだね。
で、風立ちぬのヒロインの直子役の滝本美織は、宮崎駿に推薦したのは高畑勲だそうです。ははは。うちね、これね、DVD で買って何回か見たんだけど、どっち？風立ちぬ。ああ、テレビでやってましたね。うん、どうしてそうそう、それ見れなかったから、あそう。DVD 持ってるから、まあいいやと思って見たんだけど、何回見ても泣けないんだよね。泣きたいね。だってみんな泣いたって言ってるじゃん。あ、そう？うん、どこで泣くのかしら。わかんない。泣けないのよね。で、まだあるよ。ケリーさんが話していたかぐや姫はハイジだった。はあ。うん、なんかハイジ見てるみたいでちょっと喋ったんですけども、はい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 、これも、実は正解なんですって。で、高畑さんはもう一度ハイジを作りたいという話をしていて、うん、十二一重を脱ぎながら失踪していくシーンは、まさにハイジがアルムの山で服を脱いでいくのと同じとプロデューサーの鈴木さんが話していました。実はまだまだネタがあるので、そのまま続けてメールを差し上げます。面倒なら投げ捨ててくださいませ。では次のメールまでごきげんよう。と言ったっきりメール来てないんですけれども。うん、やっぱそのハイジのオマージュもあるんだね。あの映画。あれも DVD、カブエイエも DVD になったのあれ。あ、それもなんか今度テレビでやるって言ってましたね。あ、ほんと。うん、またあれ金曜ロードショー。あ、そうでしょ。なんでジブリ、あれは日テレとジブリは仲良しだからいつも金曜。勉強してんじゃん、日テレ。そうだよね。だから、あ、日テレでしかやらない。ね、最近、バルスやらない。バルスって何？ラピュタの。あ、ツイッターで、はあ、その、バルスってほら、破壊の魔法じゃん。あ、ジブリ見た、ラピュタ見たことある？あー、バーってなっちゃうやつね。バーって、うわーって、ガーってなっちゃうやつね。そうそうそう。浮いてるのが壊れちゃう、破壊の呪文があって、はい、あれを、その、まあね。バルスっていうの？業界じゃ。じゃあ、そういう魔法呪文、呪文で、その、あれ男の子なんちゅうんだっけ？パズー、違う。パズーとシーターがさ、シーターだけその呪文してて、そんな怖いの一人で言うのが怖いから、僕にも教えてって一緒にこう、バルスって言って、飛行石が光って、寺田実のムスカ。ムスカ。あ、ミガミガっつって、やっちゃう話、はい。あれを、そのテレビでやってる時に、はい、全国で見てるじゃん、はあ。金曜ロードショーを。で、その時に、ツイッターでみんなバルスって、そのタイミングに合わせて、ツイートする。ああ、そうなんですか。で、そのラピュタが放送されるたびに、そういう、あれがある。一気に、その、何十万の人が、バルスってツイートをして、あ、まあ、なんていうの、記録になるっていうの、サーバーがパンクしちゃうのみたいな。ああ、で、その、セリフを言うときに、そうそうそう、みんなでバルスってツイートする。っていうのが、なんか今、行事なんだよ。あ、そうですか。うん、あ、みなつじさん、ジブリ映画見ないの？いや、一応一通りは見てますよ。何好き？何度か映画館も行ったことあるよ。どれ好き？誰だろうなぁ。あれかな。トトロかな。かわいい子来ましたね。トトロですか。うん、トトロはね、だいぶ年取るまで見なかった。あ、そう。なんか、アホっぽいっちゅうの？ガキっぽいっていうの？あ、そう。なんか見れなく、見ようと思えなくって、なんか見なかったんです。でね、ちょっとね、仕事の絡みで、ちょっと見る羽目になって、見たんですよ。いい話だよね。そうですね。あら、これなぜちゃんと見なかったんだろうって。単純にいい話じゃないですか。でね、あそこも行きますよ。これ、愛知県の長久手ってとか、愛知万博の後の、行きました？トトロの家。万博の時に行った？違う、終わってから。ああ、俺、万博の時行ったんですよ。抽選。そうそうそう。抽選で、はがき何枚出したの？ 50 枚ぐらい出しましたよ。あれ、
余った年賀状引っ張り出してきて出だしてもう当たっていきました。そうで終わってから行ってないんですよね。そトトロか、トトロで行ったか。僕なんだろうな、やっぱ千と千尋の神隠しかな。ああなるほどね、あれはそうですね、あれ映画館で行きました、見ましたよ。千と千尋映画館で言うと、映画館で見たら僕ね、ポンポコポン、あ平成たぬき合戦かと、もののけ姫。ああ、もののけ姫、もののけ姫ちょっと難しいんだよね。なんかあと千尋とかハウルも売ったな。ああ、はいはいはい、は宮崎作駿作品は一応映画見に行くようにはしてて、はい、でもなんか見に行ってないな。まあ面白いね、うん、ああいう、あの宮崎駿のあのほら未来少年コナンとか出てくる不思議なんか独特のデザインの飛行機とかあるじゃない。ああいうの好き。アメカ系ね。うん。あと、オウムにも会ってみたいしね。ああ、ナウシカかな。虫、虫。踏み潰されるじゃん。あ、大丈夫。僕は、ちゃんと、なんちゅうの、触手で、木の上で、ラララララってちゃんと歩けると思う。青き衣の。いやー、飛ばされちゃうよ。ピチーンって。あれ僕原作の方が好きなんだよね、ナウシカは。ああ、漫画とかなんですよね。うん。ですね、ジブリ美術館も行きたいですね。あ、東京の、うん、行ったことある。いや、ない。あ、ほんとないの。あれもなんかあれなんでしょ、抽選かなんかなんでしょ。あ、違うよ、違うよ。完全予約制なの。ああ、そうなの。うん。で、いつでも、ここの日に行きたいっていうのを予約さえすれば誰でも。そう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 。で、枠はないの。え、枠はないの。枠って例えばこの時間は例えば100人しか入れません。ああ、そうそうそう。なんでしょ、うん、でも一回入っちゃったら漏れちゃうか。もうだって完全予約だからできない。いやでもこの時間に行きたいけども100人以上になっちゃったら入れない。入れない。でこの違う時間にしてください。そう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 、じゃああれじゃん、なんで抽選っていうか。ああ抽選じゃなくもう予約いっぱいでダメですね。いっぱいチケットが取れない。ああそういう状態、うん、うん、抽選じゃなくて入れ替えなわけ。いや入れ替えじゃなくても多分2時間もいないよ。あ、そうなん、うん、で出てくるしまだいる人がいても若干だから。あ、うん、あれ ローソンで予約するの。コンビニ、あの藤子 F 藤尾ミュージアム一緒で、うん、そんなね、なんか祭日とか連休とかそんな時はなかなか取りにくかったりするけど、落ち着いたでしょ普通に。最初の頃は結構大変だった、うん、行ったらねやっぱいいよ。あ、細かいところに小細工してあって、あ、ディズニーのホテルとかも一緒じゃんか。こんなとこにミッキーがいるとかさ、こんなとこにキキがいるとか。まあ、どっちも行ったことないんですけど。ああ、ジブリ美術館よかった。まあ僕、藤子 F 不二雄の方行っちゃいますけどね。うん。あ、ちょっとなかなか東京、まあ、行きたいな。やっぱ東京いいな。うん。ああいうのジブリとかもさ、移動美術館やってほしいよね。で全国回ってほしい。だって見せ物じゃん美術館。そうだけど。それこそハウルの動く城をさ再現してさ東京からずったかずったかってさ全国あんやすりゃいいのにね。めっちゃ多い。はい、続いてのお便りです。ロンさんからいただきました。ロン、こんにちは。昔日本の学校で勉強したアメリカ人です。最近シリコンバレーの通勤中におもれきポッドキャストにを楽しく聞いています。日米関係のことが面白いと思います。特に小笠原諸島に関して興味があります。なぜ父島の最初の人が、あ、え、これちょっとその中で日本語がちょっと不自由な状態ですが、最初の人が、人がアメリカ、父島の最初に住み着いたのはアメリカ人でした、うん、いつから小笠原が日本領になったのでしょう、はい、なぜ小笠原が東京都でしょうか。今でも欧米系の日本国民はいるのでしょうか、はい、など関して、好奇心があります。よろしくお願いしますと。アメリカ人ですね。日本人じゃなく、あ、ロンさん、うん、ロンさん、これはロナルドなのかな。留学、あ、ロンっていう意味は、ロンとヤス、ああ、レーガン、うん、レーガンはロンだよね。
で、まあ、アメリカ人の方から、これ外国人は、外国人初めてじゃない、中国の方からもいただいたことありますけれども、シリコンバレーでして、ナウイですね。何の仕事してんだろう。IT 関係じゃないの。あ、そうなん。シリコンバレーの八百屋さんとかじゃないの。ああ。そんなのあんのかな。いや、そらだって野菜食うでしょ。まあ食べるけど、うん、まあオフィス街、まあ分かりませんね。どんなとこかも分かんない。うん、さあ、小笠原諸島ですね。うん、あ、小笠原諸島の僕は父島か母島か分かんないけど、うん、その最初にその小笠原に住み着いたのがハワイの人なんだってね。ハワイ？うん。あ、そうなの？うん。アメリカ人しか。白人でしょ？白人なの？ハワイじゃないの？いやー、ハワイから移住したか。え、白人じゃなかったか。あら、うん、まあ、日本人じゃなかったっていうのはまず、そうそうそう、間違いない、うん。で、っていうのは僕も中で聞いたことはあるんですよ。はらは？まあ、小笠原自体知られてるのはもう室町の頃ぐらいからは。知られてんだっけ？江戸時代の初期、ね。江戸時代初期か。17世紀の頭かなんか、ね。もうだけど、まあで日本領と確定したのは明治時代に入ってから。明治の頭ですね。これ国際的に認められた手続きを取ったの？で元々見つけたのはそれこそ小笠原定頼だったっけな。なんか家康の家臣かなんか で、まあ、その後日本ではまあ。誰か住んでたとか記憶はない、日本人は移り住んだりとかはなかったんだけど、でその間にほらアメリカって、ね、太平洋に来て捕鯨とかやってるんで、その関係でアメリカ人が住んでて、で明治の初期になってその日本フェリーもなんかなんだっけ、船に積む石炭の基地かなんかを作ったりして、で見つけたのは、うん、そうそう日本人だけど、うん、どっちなんだみたいな話になるんだけど、イギリスがアメリカが変にあんなところに領土持たれるぐらいなら、まあ、当時日本なんかペーペーの人畜無害だから、まあ、日本に持たしときゃいいやって話で、まあ、イギリスが仲介して、うん、で、まあ、日本領になるっていう感じ、ね、なるほどね。で当時住んでた、じゃあその外人さんは、そうそうそう、元々その白人が別に、まあ、そのまま残りたい人は残ってもいいよって話になって、じゃあ帰化したわけ、帰化っていうか、うん、そうですね、うん、じゃあ小笠原に行くとその欧米人の子孫の遺伝子持っている日本人がいる、そうそう、まあ、白人系の日本人、アメリカ系日本人っていう、まあ、その後の、ね、帰化とかは別ですけど、生粋のアメリカ系日本人っていうのは唯一、お珍しいよね、セボリっていう名字があって、そのセボリセボリー、セボレーさんとかいう白人の一族が結局残った小笠原に、で今その瀬戸の瀬に堀の堀でセボリーさんっていう一族がなんかその血筋かなんかだ、今も小笠原にいるの。これ、ね、戦争中って小笠原強制疎開されたんだっけ、小笠原されたりしてますね、うん、で戦争が終わってから、沖縄のちょっと前ぐらいまではアメリカに占領されてたんですよ小笠原。そうですね、アメリカの人宅と、でそれまではその強制疎開された人は小笠原に帰れなかったの。そうそうそう、こっちの八丈島とか東京の方にしてて、まあ、要するに戦場になって基地になる、基地を作るからって話をさせられたり、うん、じゃあ日本人はいなかったな、その昭和40年頃までは。いやどうなんだろうね、戦後戻った人もいるのかしら、そのなんちゅうの、日本にイギリスがアメリカが統治してた間ね、どうだろう、まあね、うん、いやいたよ、僕なんかで読んだことある、小笠原の人ってさ、うん、その占領アメリカの統治下の時って、うん、なんかサイパンかグアムの方の高校に行ってたのかなんか、ああアメリカ読んだことあるの、なんかで、ああじゃあやっぱりそうか、全員が移住したわけじゃないか、まあかかるもんね、うん、で小笠原はなぜ東京都が、どういう経緯なんだろうね、なんかさ伊豆諸島は静岡県だった時もあったんでしょう。あそうなの、うん、でやっぱりそのこんだけ離れ離島を管轄するって大変じゃない、うん、経済的にも
で、そうすると静岡県とか神奈川県とかより東京都の方がいいのかなって僕思ったの。まあまあね、地理的に見てもまあ東京でしょうね、うん、一応つながりは。だからそれは多分ちょっと行政のね、あの都合なんじゃないのかな、まあまあ、そうでしょうね、多分。うん、やっぱ僕が生まれ育った三重県も離島ってあるけど、大変や、あの巡航船とかの維持管理、まあ、船でしょうね、船ってさ、鉄道も大、まあ、その大変だけど船もまた一応大変、もう一応大変だから。小笠原なんか本当に今でも船しかないですからね。そう、行ったことある？いやーな、もう一回未遂があるんですけどね。未遂、うん、行きかけたの？切符まで取ったんですよ、船の。ほう、うん、ところがその日にちょっと抜き差しならない用事が入ってしまって、泣く泣くキャンセル、宿まで取ったんですよ。本当に、僕も大学の卒業旅行で、あ、そう、僕もそうそう、大学を辞める、あの、いや、卒業するときに、うん、で、小笠原、なかなか飛行機で行けないから、かね、船も、船便も週に1便でしょ。そうそう、週1じゃない、3日に1回だっけ。週1、2回か。ま、で、 週1近いで、ね、で、父島と母島回ってても1週間かかるみたいな、うん、なんか感じで、行こうかな、30時間、片道30時間だもんね。そうやね。行こうかな、って考えて、こともあったけど、結局行けず、企画倒れで、そうそうそう。終わっちゃったな。同じ2人と行こうって言って、2人分取ったんですけど、結局僕だけダメ。彼は1人で行ったんですよ。ずるいね。うん、じゃあ君が行かないんだったら俺も行かないよとは言ってくれなかったんだ、ね、そうは行かない、うん、え、いくらぐらいするんだろう、フェリーって。あれいくらしたかな、1万いくらだった。でもそうだ、1000キロ南だもんね。いや、すごいよ、うん、すごいよって行ったことないでしょ。もうエアで行ってるから、あ、その時もうあとは Google Earth でもう楽しむくらい。行きたいよね。行きたいね。え、小笠原のリスナーっていないのかな。いやー、ちょっとまだ離島、ね、離島系の人おられるのかしら。とりあえず、あの国勢調査もまだ終わってないの で、ね、はい、また離島は離島 で、 離島で、ね、はい、じゃあ終わっていきましょうかね。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、おすすめの日本のお城、戦争の体験談、増列車の体験談、はい、国語で習った戦争の話などを募集しております。他にもお便りテーマがあり募集をしております。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、また平成27年5月31日まで、おもれき国勢調査を行っています。現在お住まいの都道府県、海外リスナーの方は国名を報告してください。一番リスナーの多かった都道府県または国の特集を企画します。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールにでお送りください。はい、メールアドレスはおもれき 2013@gmail.com です。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきの YouTube を配信しております。YouTube では過去の回を配信しております。ユーザー登録されている方、 YouTube のユーザー登録をされている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、ではまた、はい、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、さようなら。